アチュタデイバラーヤは、南インドのビジャヤナガル王国、トゥルバーサの君主。アチュタデイバラーヤの自席が記された、カンナダ語碑文1529年、兄王クリシュナデイバラーヤが死亡し、最小のビーラナラシンガラーヤとクリシュナデイバラーヤの、娘婿、ラーマラーヤがその光景をめぐり争い、前者の推した王帝アチュタデイバラーヤが王となった。だが、 アチュタデイバラーヤとビーラ・ナラシンガラーヤはすぐに、不仲となり、ビーラ・ナラシンガラーヤは、ケーララ地方の領主らと組んで王に反乱を起こしたが、これは鎮圧された。その後、アチュタデイバラーヤはアニオ、兄をクリシュナデイバラーヤの帰省末期に、ビジャープル王国に奪われた、ライチュール地方に兵を送り、この地方を奪還した。一方、 1530年代、武将のサラカラージュチンナティルマラという人物が、ケーララ地方に遠征するなどして、功を挙げたが、彼の姉妹は、アチュタデイバラーヤの日であった。とはいえ、1540年頃にアチュタデイバラーヤは、ラーマラーヤの関係に陥り、晩年にはその実権を奪われていた。1542年、アチュタデイバラーヤは死亡し、 その幼い息子の弁化体一斉が多いを継承した。ありがとうございます。